いや、あの打ち合わせも何もなしで、正真正銘のデブだわ。まあ、急に一度、また別に昔の親父はギターを弾いて愛に愛を語っていた。おでん屋を始めてからもう歌わなくなる。行きますよ。はい。僕が主人公だ。ポンポン飛んできた。スマホを手に触ったバグも名義物たち。さよならのように。